防ファイター飛行する防ファイターマーク ICA-19 から43号機防ファイターはイギリスのブリストル社が開発し第二次世界大戦において主にイギリス空軍に運用された戦闘機。名称の防ファイターは原型となった防砲と雷撃機から派生した戦闘機という意味の造語である。また愛称としてボートも呼ばれた。 本来は長距離を飛行できる昼間戦闘機とすべく、総発の銃戦闘機として開発された機体。戦闘機とするには、性能不足であったが、搭載量に余裕があったことから、レーダーを装備した夜間戦闘機や戦闘雷撃機などとして、多種多様な任務に使用された。また、発動機も多機種の生産状況との兼ね合いによって、空冷のハーキュリーズエンジンを搭載した方と液霊の、 マーリンエンジンを搭載した方があるという珍しい機体である。ボーファイターの起源は、同じブリストル社が開発した、総発雷撃機ブリストル防法と、全く別の試作戦闘機ブリストルタイプ151-2まで遡る。防法とを元にした計画は、トーラスエンジンと 20mm 機関砲を装備した、重武装の昼間爆撃機を目指したものであったが、 関係者が死去したことにより計画は中断されてしまった。タイプ151の計画は当初、ハーキュリーズエンジン装備の単発戦闘機であったが、後に空軍の使用書、海37-35に沿ったアクアリアエンジン装備の総発戦闘機に改められ、タイプ153よびタイプ 153A と呼ばれた。しかし、この計画は、 ウェストランド・ホアール・インドに敗れ、不採用となった。その1年後、ブリストル社からの提案という形で、新たな総発戦闘機の使用書が空軍に提出されるが、空軍の要求と合わなかったため、いくつかの使用が検討され、結局、ボーフォートの機体を流用したタイプ156が選択された。この使用は、ハーキリーズエンジンを2機、機種化にスパヌマーク。 通 20mm 機関砲4門を装備しており、尾翼、外翼、降着装置を防砲とと共通しているため、設計期間が短くて済み、生産転換も容易である点が特に評価された。試作1号機は1939年7月に行われたが、性能は思わしくなく、隠し回収を行っても最大速度は期待された。 時速 539km を下回る時速 497km しか出なかったが、機動性はおおむね満足のいくものに仕上がっており、1940年7月、正式採用され、極少数機がバトルオブ・ブリテンの昼間迎撃にも参加している。夜間戦闘機としての運用も、ほぼ同時に始まり、レーダーを搭載したタイプが、1941年、 ゴロから夜間戦闘機の主力として大きな戦果を上げている。対艦攻撃機としてのボーファイターは1942年11月に最初の部隊が編成されている。作敵、機銃装者、爆撃、雷撃等、感染攻撃用の複数の任務を1機種でまかなえる雷撃型ボーファイターの登場は混成体艦攻撃の講師となった。 ボーファイターの3面図と主要な形式出展、ジェーンズ・ファイティング・エア・クラフト・オブ・ワールド・ウォー2、初言性能武装以下の機体の他に、3機ほどが海中に沈んでいることが判明している。ブリジマン、レナード、エド、ジェーン・エス・ファイティング・エア・クラフト・オブ・ワールド・ウォー2、ザ・ブリストル156ボーファイター、ロンドン、スタジオ、1946、110から111、 ISBN1 から 851704930A 海岸で砂に埋没の戦闘機残骸を発見76年前に墜落 CNN2020 年5月30日閲覧 WW2 エアクラフトベリードバイサンドディスカバードオンイングリッシュビーチアフター76イヤーズ CNN2020 年5月30日閲覧ありがとうございます